ナンバー・アンダーライン愛、イ o t m v 7 0 0 0万再生突破。泣きっ面ら彼らの努力とファンへの思いとは、メンバーからのメッセージ到着。海外の反応が面白すぎる笑いながらいかを転げ回っている顔ナンバー・アンダーライン愛のデビュー曲、強盗が7000万回再生を突破したというニュースは、多くのファンにとって大きな喜びとなりました。デビューからわずかな期間でこれほどの成功を収めたことは、 彼らののの才能と努力がが結結びついいた結果でありその達成感を共有すするファンの声がイン声イターネット上にあふれていますしかし、ここで重要なのは、この成功がどのようにして築かれたのか、そしてこれから彼らがどのような挑戦に向かっていくのかということです。まず、平野翔、元優太、神宮寺優太の3人からなるナンバーアンダーライン愛は、個々のキャリアですでに多くのファンを獲得していました。 それぞれが違った強みを持つ彼らが結集することで生まれた新たなシナジーが、ゴートという楽曲を際立たせ、特別な存在にしています。この楽曲が単なるエンターテインメントの枠を超え、彼らの思いが込められた作品としてファンに深く響いたことは、再生回数の増加という形で証明されています。しかし、成功の裏には、彼らの不断の努力がありました。 デビュー曲に至るまでの道のりは決して平坦ではなく、それぞれが自らのキャリアの中で多くの壁にぶつかり、それを乗り越えてきました。例えば、平野翔はそのカリスマ性とパフォーマンス力でファンを魅了し続けていますが、彼自身もまた成長を続け、常に新しい自分を探求しています。岸優太はその柔軟性と多彩さで、多くのジャンルに挑戦し、ファンに新しい一面を見せてきました。 神宮寺雄太もまた、その誠実さと音楽への情熱で、着実にファンの心をつかんできました。彼らが、強盗に込めた思いは、単なる楽曲の枠を超えて、彼ら自身の経験や挑戦が反映されています。そのため、ファンにとってこの曲は、ただ聴くだけのものではなく、共に歩んできた道のりを共有する大切な作品となっています。再生回数7000万回という数字は、 単なる人気の証ではなく、彼らとファンとの間に築かれた強い絆の象徴でもあります。さらに、再生回数が増えるごとに、彼らの挑戦はまだまだ続いていることが明らかになってきます。7000万回という大きな節目を迎えた今、次なる目標は1億回再生です。この目標は決して簡単に達成できるものではありませんが、これまでの彼らの歩みを見ていると、不可能ではないと確信させられます。 ここで考えたいのは、なぜ、強盗がこれほどまでに多くの人々に受け入れられたのかという点です。一つの理由は、その普遍的なテーマと強烈なメッセージ性にあります。歌詞には、困難を乗り越え、自分自身を信じて前進するというメッセージが込められており、これが多くの人々の心に響いています。特に、コロナ禍や社会的な不安が続く現代において、 こうしたポジティブなメッセージは一層重要な意味を持つようになっています。また、彼らのパフォーマンス力もこの成功の要因の一つです。彼らのライブや MV は、単なる視覚的な楽しさだけでなく、視聴者に強い感動を与えるものです。その背後には、膨大な時間と労力が費やされており、何度も繰り返し見たくなる中毒性を持っています。このように、ナンバーアンダーライン愛の成功は、 楽曲のクオリティだけでなく、彼ら自身の努力とファンとの強い絆によって支えられているのです。さらに興味深いのは、彼らが今後どのように進化していくのかという点です。デビューからこれまで、彼らは一貫して進化を続けてきましたが、今後も新しい挑戦が待っているはずです。例えば、次のアルバムではどのような音楽スタイルに挑戦するのか、どのようなメッセージをファンに届けるのかが注目されます。 また、彼らが個々のキャリアでどのように成長していくのかも見逃せません。今後の挑戦においても、彼らの根底にあるのは、音楽を通じてファンとつながりたいという強い思いでしょう。これまで以上に多くの人々に彼らの音楽が届くよう、彼ら自身もまた新たな挑戦を続けることでしょう。そして、その過程で新しいファンを獲得し、さらに強固なファンベースを築いていくことが期待されます。このように、 強盗の7000万回再生という成功は、単なる数字以上の意味を持っています。それは、彼らの努力と挑戦が結実した結果であり、ファンとの深い絆の証しでもあります。そして、この成功を土台に、彼らはさらに高みを目指して進んでいくことでしょう。ファンとしては、これからの彼らの成長と挑戦を見守り、応援し続けることが、何よりも大切なことです。また、 ここで考えたいのは、なぜナンバーアンダーライン愛がこれほどまでに多くの人々に支持されているのかという点です。その一因として挙げられるのは、彼らが常に新しい挑戦を恐れず、自らの音楽性を進化させ続けているからです。例えば、彼らの楽曲はジャンルにとらわれず、バラードからポップス、ロック、ラップまで幅広いスタイルを取り入れています。この多様性こそが、彼らの音楽を飽きさせず、 常に新鮮な驚きを提供している理由の一つです。さらに、彼らが楽曲を通じて伝えるメッセージも大きな魅力です。彼らの歌詞には、希望や勇気、友情といった普遍的なテーマが込められており、それが多くの人々の心に響いています。特に、若い世代にとっては、彼らのメッセージが生きる力となり、困難な状況に立ち向かう原動力となっているのではないでしょうか。また、 彼らがどのようにしてファンとの関係を築いているのかも注目すべきポイントです。SNS やライブパフォーマンスを通じて、彼らはファンとのコミュニケーションを大切にしており、その親しみやすさが多くの支持を集めています。彼らの真摯な姿勢や、ファンを大切にする気持ちが、ファンとの間に強い絆を生み出しているのです。このようにして築かれたファンベースが、今回の7000万回再生という大きな成果を支えています。 これからも彼らが新しい挑戦を続け、さらなる高みを目指していくことは間違いありません。そして、その道のりを共に歩むファンたちもまた、彼らの成功を支え続けることでしょう。この成功の裏には、メンバーたちの努力だけでなく、彼らを支えるスタッフや関係者たちの尽力も大きな要因となっています。音楽制作やプロモーション、ライブパフォーマンスの準備など、 彼らの成功を支えるために多くの人々が尽力しているのです。こうしたバックグラウンドもまた、彼らの成功を語る上で欠かせない要素と言えるでしょう。さらに、彼らの音楽が日本国内だけでなく、海外でも支持を集めていることも注目すべき点です。SNS を通じて世界中のファンが彼らの楽曲を共有し、その結果、国境を超えた支持を集めることができています。特にアジア圏を中心。 2、彼らの人気は急速に広がっており、今後の海外展開も期待されます。こうした背景を考えると、ゴートの成功は単なる始まりに過ぎず、これから彼らがどのような新しい展開を見せるのかがますます楽しみになります。新しい楽曲やアルバムのリリース、そして次なるライブツアーなど、彼らの活動はますます活発化していくことでしょう。ファンとしては、彼らの成長を見守り、応援し続けることで、 共に新しいい歴史を作り上げていくことがでできるのです最後に、今回の7000万回再生突破というニュースは、彼ら自身にとっても大きなモチベーションとなっているはずです。これまでの努力が実を結び、多くの人々に支持されていることを実感した彼らは、さらに大きな夢を描き、新たな挑戦に向かっていくことでしょう。ファンとしては、彼らのその姿を見守り、と彼らのその姿を見守り、共に成長していくことが、 何よりも大切なことです